いろいろアトラクションまで乗ってるしね。え？アトラクション？例えば。はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日はですね、先日行ってきましたディズニーシーの購入品の紹介をしたいなと思いますね。本当はするつもりはなかったんだけど、コメントでしてくださいっていうね、リクエストいただいたんで、はい、やっていきたいなと思いますね。はい、じゃあまずはエイシン君が被ってるキャップですね。うん、こちら黒いキャップですね。そうだね。はい、これは35周年のキャップで。で、裏に35ってちゃんと書いてあるね。そうだね。表の方にも、ハピエストセレブレーションって書いてありますね。うん。うん、で、ここにミッキーの耳みたいな、そうそう、ボンボンの耳がついてね、これすごくいいね、うん、そうそう、これいいよ。しっかりエイシン君に合ってます、うん、似合ってんだよ、うん、そしてこれがエイシン君がパーク内でも着てたけど、うん、この T シャツですね。そうだね、これも35周年のハッピエストセレブレーションって書いてあるね、うん、これすごいいいんだよね、うん、そうそう、あのね、お祝いって感じがしてね、うん、うん、で、あのキャラクターダイニングの時も、うん、ミキとかミニーちゃんがね、こうやって刺してたんだけど、ミニーちゃんのこと刺してたね。そうだね、ミッキーは。うちらさ、お腹いっぱいだーなんて言ってたけどさ、実際はこれでしたね。うん、そうだね。これディズニー行くの必須だね。そうだね、これはマストですね。うん、次はパパが着てたこのパーカーかな。そうだね、これも35周年ですね。うん、これパパパークで来てたけど、ほぼ全キャラクター乗ってんじゃないかな。そうだね、うん、ミニーちゃんでしょ、ミッキーでしょ、いろいろこうアリエルとかね、うん、結構ね、なんかこのシンプルなデザインかと思いきやキャラクターがかなり描かれてる。そうそう、ここにピーターパンがいるね。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ後ろまでちゃんと描かれてるね。いろいろアトラクションまで乗ってるしね。え、アトラクション、例えばここのお城とか。あ、本当だ、これ行ったスノーボードあると、ダンボロスとかフリアとか、そうなんだ、そうそう、これすごいじゃん、うん、今気づいた、今気づいたけど本当すごい、うん、そっか、でここにハッピエストセレブレーション35ってちゃんと書いてあります、うん、はい、じゃあ続いてはエイシン君が抱えてるダッフィーかな、うん、まあこれはうちね、ダッフィー持ってなかったんで、うん、買ってみたんだけど、ね、めっちゃ可愛い、うん、ダッフィーめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いね、こうやってできたくなるよね、うんうん、もうパーク内に行ってきゃずっとこうしてる、そうだよね、うん、あのお供でね、連れてくる人の気持ちがようやく分かった、うん、でっかいダッフィー連れてきてる人もいるし、いたよね、これくらいのもいるし、うん、いっぱいいろんな人がいたね、うん、気持ちよかった、服ちょっと買いたいもん、はい、じゃあ続いてはこちらですね、うん、これはニモのポップコーンバケットですね、うん、ここから開けられるのかな、そうそう、もう中身は全部食べちゃったんだけど、うん、こんな感じですね、でこれ目が動く、うん、やばい、傷がそう、傷がね、うん、ちょっと動画内でも言ったけど、エイシン君がちょっとこう壁当てちゃってね、ちゃんとこっちの右側のひら小さくなってね、あ、本当だ、本当だね、うん、あ、ちゃんと再現されてんだね、うん、いいね、そうそう、でちなみにうちらが食べてたポップコーンはガーリックシュリンプという、ね、あ、そうそうだったね、あれ美味しかったね、うん、でここまでは動画内でもまあ映ってたやつですね、うん、で、他にもいろいろ一応買ってはいますけども、ちょっと今回開けてみようか、うん、まずはこちらですね、お、こうだね、ポストカードだ、そう、35周年のポストカード、あ、かわいい、まあ、これ1枚250円のやつだね、あ、うん、裏にもちゃんと絵が描いてある、絵っていうか、まあこれ本当に送れるやつだよね、うん、うん、なんだけどこれなんで買ったかというとですね、あのうちの棚に飾りたいと思った、そうだよね、うん、それいいね、だから一応これを買いました、うん、であとこのぬいぐるみバッジっていうのを買いました、うん、ミッキーとミニちゃんとダッフィーですね、ぬいぐるみバッジっていうのを今回初めて買ったんだけど、うん、後ろちゃんとねこれクリップついてんだね、そうだね、これでつけながら歩ける、うん、これもお供でいいよね、こうくっつけてね、うん、歩ける、これいいねこれ、すごいよ、まあ、あとチェーンもついてるので、まあ、キーホルダーもできる、そう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 、そういう感じもできる、もういっぱいいろいろできるからね、うん、まあこれはさっきも言った通りね、ここに飾ろうと思って買ってきたやつなんだけど、うん、これもお供として今度連れていけそうだね、そうね、うん、いいね、ちなみにミッキーはこういう服装ですね、うん、これはちゃんと35周年版だね、うん、かっこいいね、うん、こうなってます、みーちゃんもかわいいね、すごいね、うん、すごい立体的、うん、はい、続いてダッフィーですね、うん、ダッフィーもすごい可愛いよね、そうだよね、もう今回ねすごいハマっちゃってさ、もう一個絶対買おうと思ってこのちっちゃいの買いました、はい、あとはトミカを3つ買ってきましたね、これは35周年グッズじゃないね、そうだね、違うね、うん、まあ飾っておこうと思って買ってきたやつなんだけど、うん、まずはニモ&フレンズのシーライダーだね、うん、これ乗ったけど楽しかったよね、そうだよね、うん、でっかい版のスターツアーズみたいな感じだね、うん、可愛い、このトミカもめっちゃ可愛いね、いいよ、特にこれにタイヤがついてるだけで、うん、動くとかないけど置いとく分にはこれ十分です、すごい可愛い、続いてミッドタウンキャブですね、これもすごいいいね、すごい、パークに実際あったような、あ、ここにさ
ミッキーの顔が。あ、本当だ、すごい。ねえ、よく細かく細かくよくできてるね。ここもちゃんとタイヤついてるんで転がしできますね。続いてディズニーシーエレクトリックレールウェイのタワーオブテラーバージョン、これは本当は普通のやつが欲しかったんだけど、なかったので、タワーオブテラーしかなかった、ね、あ、そうそう、とりあえずこれを買いました、エレクトリックレールウェイも乗ったからね、でもこれはこれでいいよ、ちゃんとタワーオブテラーって書いてあって、ミキとミニちゃんびっくりしてね。うん、いるよね。すごい。いい感じ、はい、最後にこちらがグラスですね。ちょうどね、うちのディズニー系のグラスが割れちゃったりしてたので、これを新しく買ってきました。これも開けてみようか。はい、まずこちらがミッキーとプルートンのグラスですね。これもちゃんとね、35周年なの。すごい。すごいね、ハッピエストセレブレーションと書いてありますよ。かわいい。これいいね。いいね。続いてミニーちゃんとデイジーのグラスですね、これは赤ベースだね。そうだね、はい、かわいいね、これも35周年ハッピエストセレブレーションとちゃんと書いてあります。続いてグーフィーとドナルドのグラスですね、これも同じような感じだね。そうだね。でこれはグリーンベース、いいね、いい感じ。最後がチップとデールだね、これはイエローですね、ベースがね。はい、あ、かわいい。だね、はい、ということで今回ですね、ディズニーシーに行って買ってきたものはこんな感じでございましたね。あのね、久しぶりにディズニー行って本当に楽しかったし、すっごい楽しかった、ね、そう。あとね、なんといってもこの35周年のグッズがどれもかわいい、かわいい、ね、かわいいんだよ。だからね、またね、何回か行ってもうちょっとグッズ買いたいなと思いましたね。買いたい、はい、またあの行く機会があったら動画にしたりですね、グッズ紹介したいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものとこに出てますので、ぜひチェックしてみてください、チャンネル登録はこの2問あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。